ヘッド・アバーナシーは、メジャーリーグベースボールの右投げ右打ちの投手。アメリカ合衆国のノースカロライナ州出身。1955年にワシントン・セネタースでメジャーデビューを果たし、いきなり40試合に登板。その後は先発の一角を任せられることもあったが、満足な結果が残せず、1960年のシーズン途中にはセネタースを解雇された。 しかし1963年にクリーブランド・インディアンスで3年ぶりにメジャー復帰を果たすと43試合の登板で防御率2.88を記録するなど大きく飛躍。インディアンスでプレーしたのは2年だけだったがシカゴ・カブスへ移籍して迎えた1965年には84試合、31セーブという自己最高の成績を残した。その後、 1966年はやや防御率が悪化したが、1967年に新しなティレッツへ移籍してからは、さらなる進化を遂げ、両リーグ最多の28セーブ、防御率1.27という日の打ちどころのない成績を残すと、翌年は自身初の二桁勝利を記録。チーム内の最年長プレイヤーであったことも加わり、精神的支柱としてもレッツを支えた。 1969年には、古巣のカブスへ復帰。ここでも56試合に登板して6年連続50試合登板を達成。防御率も3.16という十分な数字だった。翌1970年は、カブス、セントルイスカージナルス、カンザス式ロイヤルズの3球団を渡り歩く、忙しい年になったが、ベテランの底力を見せつけ、 三球団合わせて58試合、10勝を記録した。その後はロイヤルズで2年間プレー現役最終年となった1972年は39歳で、アメリカンリーグ最年長の選手だったが、それでも45試合に登板して、防御率1.70という驚異的数字を残したため、多くのファンがまだまだやれると思う中での引退となった。2004年に、 故郷のノースカロライナ州において死亡。ありがとうございます。